りだー、キャッチャーですということで続きやっていきましょう。おーい、おーい、ひどいなこれ。うわー、え面白いねそれ。何、ジョーク、え、ボケ、いやボケだよね。いやマジなわけないよね。いやなんならまだからしの方が痴漢される率高いけどね。どっちかっていうと、うん、わおーわお、イケメンかなこ俺の、うわあーあー、この男の人はおそらく中高大ってなった時にあまり、見た目がそんなに良くなかった、まあどちらかというとオタクと呼ばれる部類だったんでしょうね。まあでも社会人になって、まあおそらく営業とかに配属されたんでしょうか。身なりをちょっと気をつけないといけないということであって、まあ中身はオタクそのものなんですけれども、まあ外見がもともとスタイルが良くて、まあ顔立ちもそんなに悪くなかったのか、まあイケメンになってしまったと、ややイケメンになってしまった。ただもともとオタクという部類でアンダーグラウンドで生活してきたので、このような女性を好きになってしまった、そんな時代背景がうかがえますね。そしてこの二人は、そんなにまあ見た目、男の方は今までで、女の人は今ももう Now もなんだけど、あまり恋愛をしてこなかったので、まあこういう電車内とかでもちょっとついイチャイチャしてしまう、まあそんな感じですね。まあ、この隣のお姉さんぐらいになってくると、まあ中高大ってね、しっかり恋愛をしてきてるので、まあこういう電車内でこうやってその首に手を回してイチャつくみたいなのはねないと思うんですが、まあおそらくそんなところでしょうね。まあ左のジジイがちょっと握り拳握ってる感じがするの、うわははは、絶対に俺が守るって、お前、うーわー、守れんのか。どっちかってお前守ってもらうレベルで彼女やべえけど、うわーかっこいいね。まあかっこいいけど、いやもう神様おこじゃん。こういうところでイチャつくカップルに限って見た目がちょっと、だから何か言わせんのお前。いや何、あいつらは見た目がちょっと微妙だから、なんか別に付き合ってても嬉しくないよみたいな、なんかその何、見た目がちょっとって言って、いやまず自分の見た目はどうなん、そんな言うてるけどな、自分の見た目気にして、いや、自分ちょっといいと思ってんの見た目。いや見た目がいいはずなら彼女ぐらいできるよね。30年間できたこともないくせに、できたこともないクソ野郎が、雑魚がな、そんなにさ、このカップルに対してさ、そうやって暴言を吐くみたいなのはもう嫉妬以外の何者にも見えないからね。自分が一番下ってこと、いい加減に自覚したら、いつまでそういうことやるかな、ね、いつまでそういうこと言うの。だからお前腐ってん、すいませんね、うん、貴重な恋愛だから幸せアピールしたいんじゃ。あー、この神様分かってるね、そうそうそう、あーすごいすごい、今まで慣れてきた分、やっと、ああ、分析力やばいね、これ、うん、せやね、うん、まあ、そこまで思ってないとは思うんだけど、まあ、そんな感じなんだろうね、はい、ちょ、このさ、お、なにこれ、戦闘シーン、全然、戦闘シーンみたいなの分からんけど、連鎖？全然思んないから、飛ばすね、これ、ふぅ。まあ、天罰を無事下したということで。そいつ絶対に許さねえ。彼女は俺のお姫様だからな。絶対に俺が守る。言うて、たかしくん。マジですごいな。見たことねえわ、こんな奴ら。え？おお、頑張ってね。ガタガタゴット、かわいい。おい！嘘、かわしてるやん。おい、たかしくん、お前背後からの死角にお前かわして、すごいな、すごいね、なにこれ。確信犯、どんなニュートンしてんねんこれ、電車内おかしいやろ、ニュートンのかかり方おかしすぎる、鉄オタの妖精。あー、なるほどね、このぼっちくん、いい加減ちょっとね自覚した方がいいよ。現実では完全なるぼっち、ネットの中には友達が多い。いや、その、ぼっち、かっこ、ネットの中には友達が多いっていうのは、ぼっちの中でも上位互換されてるとお前の中では思ってるけど、世間一般的からしたら、お前は本当にただのぼっちだから、ね？もう、嬉
嬉しそうやな。せやな。あ、そういう感じの、うわ、そういう感じの物語これ。彼女なし、職なし、友達もいない。お、頑張れ頑張れ。あ、こういう感じね。あ、これで終わりかな。よし、じゃあご視聴ありがとうございました。